はい、お疲れ様です。ただいまから代表の定例記者会見を始めさせていただきます。本日は日程の都合上5時15分で記者会見の方を終わらせていただきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。冒頭こちらからはございませんので、記者さんの方から挙手をして質問していただければと思います。よろしくお願いします。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。野田第三次改造内閣についてなんですが、18人の閣僚のうちですね、10人を交代させる大幅改造となりましたが、お伺いしたいのはですね、この狙いがですね、よくわからないとの声が早くも聞かれます。この点につきまして代表のご所見をお願いしたいんですが、今日の改造という話は聞いてますが、結果まだ僕わかりません。もう終わったの？はい、はい。あ、そうですか。はい、じゃあ大体顔ほうぜられてる顔ぶれ通り、はい、田中真紀子さんとかですね、お中塚さんとかですね、また、はい、はいはい、それでなんだっけ。それでですね、要するにその狙いがですね、例えば今までは最強の内閣とか、うん、適材適所という、キャッチフレーズがあったんですが、今回はですね、ちょっとその辺がですね、我々国民にもなかなか見えにくい陣容になっておりまして、小沢代表の方でですね、その辺のお話をちょっとお伺いできればと思ったんですけれども。野田さんがやったことだからね、それで人事のことですから、特別僕の方からの努力をやるという悪いな話はありませんけれども、どなたでもいいからしっかりやってほしいというのが僕らもまた国民皆さんの感じじゃないでしょうかね。産経新聞の山本です。内閣改造の関連で長年小沢さんとですね、政治行動を共にされてた中塚一夫さんが金融担当大臣、三井脇雄さんが厚生労働大臣になりました。お二人とは、長年行動を共にされてたかと思うんですが、小沢代表個人のですね、お二人への、思いといいますか、今のご感想を伺えればかと思います。別に政治の場ですから情緒的感想はありませんけれども、本人自身の判断で、民主党に、その野田内閣のもとに民主党でそのまま残って、やってきた人ですから、それが野田内閣として、評価を受けて国務大臣ということになったんでしょうか。それはそれで、いいことじゃないですか。他にいかがでしょうか。それでは後ろに。IWGA の平山と申します。よろしくお願いいたします。小沢代表の控訴審がですね、26日に即日結審いたしました。裁判所がですね、指定弁護士側が申請していた証拠の却下するなど、このままいけば無罪判決が見込まれるのではないかと考えています。ですが、この即日結審についてですね、メディアで今のところほとんど報じられていないのではないかと思います。代表の裁判に関してですね、検察およびメディアが作り出した、この報じないという空気に関しまして、代表ご自身今現在どのようにお感じになっているかということをお聞かせ願いたいと思います。メディアのことについては私もその時々いろいろ言葉の端で言っておりますけれども、いずれにしろ、メディアの本来の責任と使命というものをしっかり感じ取ってもらってですね、国民の皆さんに正確な情報と、そして、日本のメディアの一番欧米と違うことは、それぞれの報道についての向こうでは大概署名の記事とか、あるいはテレビでもこの番組が誰が
責任を持つとか、あるいは社としてどういう政治姿勢を取っているとか、そういうその自分自身のスタンス主張というものをはっきりさせた上で、事実報道するとか、あるいは論評するとかいうことが多いように思います。その点、日本のメディアはそういうことについての何て言いますか、責任というわけじゃありませんけれども、まあ、言葉なんていうのかな、そういう点について自分自身のきちんとした本体も報道する個人も含めてスタンスがはっきりせずして、いろいろ報道がなされておるということについては、もう少しやはりきちんとした自分自身の主張、立場というものをはっきりした上で報道するということをもう少し心がけてもいいんじゃないかと思いますね。ネットメディア、ワイワイニュースの山崎と申します。ネットメディアのワイワイニュースの山崎と申します。はい、今日初めて参加させていただくということで。で、今朝、今日の朝ですね、はい、岩国基地から、未亡人製造機と言われるほど危険なですね、輸送機が6機、普天間の方に移動したということで、でそれに対して、沖縄の県民がですね、2、3日前から3つのゲートを車と人で封鎖するということで、昨日の夜ですね、沖縄県警が300人ぐらいの住民をと車をですね、排除したと、強制排除したという事実があるんですけど、その辺のご感想等々ちょっとお聞きしたいんですけど、オスプレイの問題につきましては、事実関係、その安全性やいろんな地元の人や国民皆さんが心配する事実関係についてのもっとみんなが納得するような説明とかを必要ではないかと思います。何も何日か遅れたからって特別すぐ安全保障体制に、あるいは米軍の世界戦略に影響を出るという話じゃないわけですから、その意味ではもっと丁寧な、そして納得いくような形で、やるというのが本来望ましいことだと思いますので、その意味では若干悲観に思います。そしてその背景としてですね、こういった日本の国民の声や沖縄の地元の皆さんの声がですね、全然アメリカ側に伝わってないんじゃないかということが私一番心配というか、日本の政府、日本外交の、あるいはまた日米関係の一番の問題点だと思っております。そういう意味で、私は今度のオスプレイのことも単に、軍の計画通りにトントンと話が進んで、いるという感じで、もう少し、どちらにするにしろ日本政府が日本政府として日本国民を代表してアメリカときちんとした話し合いのできる関係にならなくちゃいけない、そういう日米関係でなくてはならない、もちろんその自己主張をするには自分の責任も持たなくちゃいけませんけれども、責任持つのが嫌だからアメリカの言う通りした方が簡単でいいやという雰囲気がどうしても日本国内日本人にあるんですけれども、僕はその点は非常によろしくないと思っておりますが、いずれにしても自分自身のきちんとした責任分担を持ちながらも、対等の同盟国として
しっかりした主張をアメリカにできるという本来の同盟であってほしいと思います。それでは時間の都合上最後の質問になるかと思いますが、では読売新聞。読売新聞の海江です。自民党の安倍新総裁は民主党政権に対する姿勢として解散の時期が確約されなければ、臨時国会に臨むにあたって問責の効力は生きているのでということで、審議拒否を辞さないような構えを見せているんですが、問責に関しては国民の生活が第一も提出案になっているわけですけど、このことに関しては代表は臨時国会にあたって問責を受けている野田首相に対してどういう対応で臨んでいく、審議拒否ということもあり得るのかということと、あと赤字国債発行する特例公債法案に関しても、自民党はこれも同様に解散の時期の確約がなければ成立は協力は難しいと話しています。この予算案が成立しながら、毎年毎年赤字国債の発行が難しくなるという状況が生まれている、こうした国会の状況を打開するような方策というのはお考えでしょうか。自民党を例に挙げての質問ですけれども、谷垣総裁の時からも自民党はこう言ってみたり、あるいはそのうちこうそうじゃなかったり、いろいろと変わるんで、私には全く何をお考えなのか自民党については分かりません。我々は特例公債も反対しておりますし、問責決議はもちろん時の問責決議はその消費増税をメインとした問責理由によって我々は提出し賛成、もちろんしたわけであります。ですからそのことを我々としては主張していくということには変わりないと思います。消費増税についても、あるいはその他の3年前の政権交代の時の約束についても、これを実行、国民との約束を守らなくちゃいけないという主張は変わるはずはありませんから、それは徹底して、主張して、いきたいと思っております。あと、現実にどういう国会運営をしていくかということは、今後の課題だと思いますし、もちろん、最初から審議に応じないという姿勢ありきということではもちろんないと思います。野田内閣が心改めてですね、ちゃんと一生懸命やりますと言えば、それは結構だということになるかもしれませんし、それは現実の野田内閣のさらに今日以降の対応を見て判断するということだと思います。特例公債法案が通らないと地方交付税等が止まってしまいまして、地方の行政等に影響が出てくるということになるんですが、その点についてはどう考えますか。単なる諸君も勉強してもらえば分かるけれども、単なる金のやりくりでは困りません。特例公債通らなくても何も困りません。その金の手当はどのような方法でも手段を選ばなきゃできます。ただ特例公債のがなくてもやれるということになりますと、財政というかその公債そのものの論理的な問題として矛盾が出てきますので、そのことなんですが、いずれにしても我々は交付公債かごまかしだと、まさに本当のごまかしだと思ってますので、そういう政府の姑息ないい加減なやり方を改めろという主張は変わりないと思います。
ありがとうございました、お約束の時間となりましたので本日の記者会見はこれをもって終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。